アメリカの F-22 ラプターが退役開始となる中、日本もまた F-2 式戦闘機開発が進んでいる。アメリカを除いた日英での共同開発が公式発表され、安保関連3文書も改定となる中 F-3 戦闘機開発の今後を今回は詳しく見ていきますね。正直に言うと、新進の量産機を開発してバンバン戦闘訓練していれば、今頃純国産 F-3 戦闘機が出来上がっていたような。 XF-9 エンジンをブラッシュアップされより強力なエンジンと変化していたのでは。これは私の理想論でした。新進かっこいい。2022年12月に、日本の岸田政権は、いわゆる安保関連3文書と呼ばれるすべてを改定し、閣議で了承。太平洋戦争後に、長らく続いてきていた、専守防衛を基本とする、日本の防衛政策、指針について、大幅な変更を一歩へ踏み出した。今回一部の文書の名称変更も含め、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画となったこれら安保関連3文書では、スタンドオフ兵器の配備の拡充と、それらを用いた反撃能力の獲得が、大きなウェイトを占めている。個別の具体的なスタンドオフミサイルとしては、現在、陸上自衛隊で配備されている、国産の1蓋式地対艦誘導弾を改良して、射程距離を伸ばす能力向上型が、その代表格であり、現行型の約 200km 弱の射程を大幅に伸ばすことを目指している。1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型では、まず約 900km、最終的には約 1500km まで、その射程距離を伸ばし、さらに、運用母体も、現行の装輪車両から航空機、そして艦艇搭載型への拡充が打ち出されている。これらの中で、現行同様の地対艦型が、最も早く配備させる見通しではあるものの、それでも、最短で2026年となるため、その期間の反撃能力を担保する意味で、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達も検討されている状況だ。こうした日本の抜本的な防衛力の強化が、反撃能力の整備を中心として、大きな政治問題としての議論を呼んだことで、若干霞んでしまった感が否めないのが、航空自衛隊の F-2 戦闘機を代替する次期戦闘機の開発であるように見える。F-2 戦闘機を代替する次期戦闘機に関しては、同じく、この2022年12月に、イギリスとイタリアと日本の3カ国で、共同開発を行うことが決定され、その名称が、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムであると発表された。この GCAP、グローバルコンバットエアープログラムという計画名、日本語ならば世界的航空戦闘計画とでも訳すべきか、いずれにせよ、戦闘機単体の開発計画を指し示したものではないことが単語からも感じられる。これまでヨーロッパでは2つの FCAS、フューチャーコンバットエアーシステムが存在しており、それは、イギリス、イタリア、スウェーデンが行ってきたものと、ドイツ、フランス、スペインのもに大別されていた。このうち、前者のイギリス、イタリア、スウェーデンのものが、テンペスト計画として先行していたが、その中でも、スウェーデンは、そこで開発された機体を、自国で、採用するまでの決断はしておらず、技術的な成果の取得が主だと、目されてきた。そうした状況下で、今回、イギリスとイタリアの2カ国は、日本との GCAP、グローバルコンバットエアープログラムの実施へと、舵を切ったため、テンペスト計画自体が、これに統合されたものではないが、大きな変更には違いない。また、フランス、ドイツ、スペインが進めている FCAS、フューチャーコンバットエアーシステムの方も、決して順調ではなく、開発の分担、比率をめぐって、
圧力が生じており、進捗は決してはかばかしくはないように見える。かつては、ヨーロッパ内でも、これら2つの FCAS、フューチャーコンバットエアシステムのプロジェクトを、将来的には統合するべきとの意見も出されていた経緯もあり、今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムの影響も気になる部分ではある。こうした川山用を行うべきか否か逡巡する点ではあるが、もし、仮に、今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムに、ドイツ、フランス、スペインも合流するとなれば、一気に、その需要基数が倍増する可能性もある。現時点で、日本、イギリス、イタリアの3カ国で、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおいて必要と見さされている生産機体数は、およそ300機ほどと考えられているが、これが倍増すれば、生産コストの大幅な削減が見込めるだろう。また、そうなれば、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムはいわば NATO 加盟国の標準の戦闘機となることをも意味し、極東にあるため、今の規定では NATO 加盟が叶わない日本にとって、共通のツールを持つことの意義も生じる。そんな一戦闘機開発の垣根を越える可能性を感じさせる GCAP、グローバルコンバットエアープログラムだが、大枠のスケジューリングでは、来年2023年中に初期の設計を完了させることが目標と定められている。そして、翌2024年中にそこで終えた初期設計を踏まえて、基本の設計に着手し、これに並行して、実証実験機での各種のテストを実施、6年後の2030年を目途に完成した機体の製造を開始し、2035年の実戦配備を目指すとされている。ちょうど、航空自衛隊が、現行の F2 戦闘機の退役を開始する予定となっているのがこの2035年であり、ここに逆算して、開発完了の時期を合わせたものといえ、現在91機種が収益中の同機を、そのまま同数で置き換えることが想定されている。ちなみに、2022年末の時点で、航空自衛隊が運用中の戦闘機は、現の F2 戦闘機が91機、F15 イーグルが、近代化改修済みが102機、未実施が99機、F35 ライトニング2A 型が34機となっており、都合3機種が稼働している状態である。前述したように、これらのうちの F2 戦闘機91機が、すべて GCAP、グローバルコンバットエアープログラムで開発される機体で置き換えられ、F15 イーグルの近代化未実施の99機が、F35 ライトニング2の A 型63機と B 型42機で代替される。これによって、F35 ライトニング2の合計数は、A 型が105機、B 型が42機となる予定であり、同機の調達数としては、アメリカに次いで、世界で、2番目の機体数を配備することとなり、これを上回る国は、今のところ出てこないと思われる。航空自衛隊が創設されて以降、この2022年までには、F35 ライトニング2を含めて、合計で7機種の戦闘機が導入されてきたが、完全に国産化を行った F1 戦闘機を除けば、他は、すべて、アメリカからの調達か、共同開発を行った機体だった。そのため、今回の FCAS、フューチャーコンバットエアシステムで開発される戦闘機は、初めてアメリカが関与しない機体だということになり、その意味でも、かなり異質な開発プロジェクトであると言えるだろう。もともと、日本の次世代戦闘機開発には、F35 ライトニング2を要するアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援を仰ぐことが想定されていたが、今回は、戦闘機そのものの開発に関わらないことが、明確になっている。
防衛省では、2035年の実戦配備を目指す次期戦闘機開発に対して、アメリカが自国で推進している NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンスとは、開発時期が、後者の方が、遅い点で、一致を見なかったとも述べている。ただし、アメリカ軍やロッキード・マーチン社から見た場合、日本の次期戦闘機は、自国で開発を目指す NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンスとは異なり、いわゆる第5世代戦闘機の枠を超えないと判断したとの見方も多い。そうしたいわゆる第何世代というような形容や分類は、完成した機体を後付けで評する際に用いられる定義ではあるものの、先進性や概念において、アメリカとの間に乖離がある点は、少し気がかりな部分と言えるかもしれない。